みなさんこんにちは、ニューリーイコールジョイの市原恵美と山田桃香です。今日はこちら、営業開始前の渋谷ロフトさんでお買い物をさせていただきます。すごい、ね、すごい誰もいない、ね、誰もいないね。今日はコスメ限定でお互いに欲しいものを予想し合ってプレゼントし合おうという企画です。おお、楽しそう、ね、何を選んでくれるのかが全然予想できないからでもなんかお互いになんかメイクのこだわりが違いそう。そうだね。ちなみに予算は1人5000円にしようと思いますでもプチプラコスメとかさ、うんうん、結構私たちもいっぱい使うから、うんうん、得意かな。得意かな。5000円以内に、うん、いないじゃないけど5000円超えるかもしれない5000円ぐらいで収められるように頑張ります。頑張ります。じゃあ早速行きましょう。行ってきます。行ってきます。はい、はい、それでは今から行っていきたいと思います。すごい、めっちゃ広いです。あゆみんは指原さんがめちゃくちゃ好きなんですよ。だから指原さんのプロデュースされているリリミューっていうコスメブランドがあるんですけど、それをちょっと探していきたいと思いますあ、ありました。すごい、こちらにいらっしゃいます指原さんが。かわいい。私が欲しいですね。でもあゆみんにプレゼントしたいのはグリッターなんですよね。なんかあるかな、また別の場所にあるかな。あ、ここにありました。すごい。私とかメンバーもシェーディングとかこのグリッターとかは普段からめちゃくちゃ使わせてもらってて、もうめっちゃかわいいものばっかなので。でもあゆみんはブラウン系とかオレンジ系とか私とは逆かなって感じなので、私だったらこの02番を選ぶんですけど、あゆみんは03番かなって思いますね。だからこれを選びたいと思いますいいな、いつかコスメプロデュースとかしてみたいなって思うんですけど、指原さんとかもすごいこだわりが詰まってるコスメだと思うので、私これが欲しくて、このピンクのファーストデートですよ。めっちゃ名前可愛い。作詞もすごい、ワードセンスがすごいので、ここにもそれが出ててさすがですという感じです。あ、このキャンメイクのこれがなんかあゆみんがいつも使ってるのはこれじゃなくて、最近これが新しく出たんですけど、なんかいつもあゆみんはこれの白いノーマルタイプのやつをずっと使ってます。これがめっちゃ可愛くていいなって思うんですけど、でもなんかアイシャドウって結構基本的になんか高いんですよだけどこれはいい感じの値段なので買えそうなんでいいなって思ったんですけど、人気すぎてこっちの色がもうないです。こっちの色使えるかなあゆみん。でもあゆみんだったら多分こっちなので、これはちょっと諦めたいと思います残念。あ、でもなんかパフとか意外となんか大事で、私的にはベースメイクがメイクの中で一番大事かなって思ってて、一番メイクのなんかまつげの次に時間をかけてる場所なんですけど、でなんかこの前のいみさんのお買い物企画の方で、あのこれ多分これだったと思うんですけど、これを買われてたんですよ。でのいみさんは本当にメイクがとっても上手で、もう見習いたいなって思ってるんで、これをあゆみんにプレゼントしたいと思います。はい、ももかはなんか多分かわいい、ザかわいい感じのピンクとかそういうのが好きそうだから、そういう風なコスメを探していきたいと思います。どうしよう、どこから行こう、いっぱいありすぎてどうしようかな。ハイライトとかなんかすごい、結構お仕事の時にももかがメイク直してる時とかに結構鼻筋とかにハイライトを塗ってて、でもハイライトとかもいっぱい持ってるかもしれないな。アイシャドウとかがいいかな。かわいい、すごい、開かないけど、はい、開かないすごいかわいいですね。こういうのめっちゃかわいい。涙袋につけるなんかアイシャドウ、ピンクですよね、ピンクチャーム、こういうの好きそうかも。よ
るし。かわいい。こういう、こういう、こういう系も好き。なんか絶対ももかはなんかオレンジ系ではないなって思ってて、あとなんかチークとかにもすごいこだわってそうな気がするので、どれが好きだろう。全部かわいいですね。かわいいですよね、こういうの。結構自然な感じだ。やばい、値段とか全く気にしてなかったこれでもう2000円いっちゃうか。めっちゃかわいくないですか。うさぎさんが乗っててかわいい。こういうの好きそうな気がする。なんかリップとかすごい持ってそうな気がする。たくさんだからアイシャドウ系、ピンク系のアイシャドウ系を。でもなんかももかはすごい目元をいつもキラキラさせてる感じがするから、結構ギラついてるのが好きなのかも。あーでもこっちもかわいい。あー夢かわいいみたいな、キラキラキラ。ロムアンダさんすごいキラキラしてる。こういうのとか好き、好きそうか。結構なんかオレンジ系とか茶系、ベージュ系。アイシャドウって難しいですね、意外と。なんかまつげにもももかはこだわってるから、まつげ系とかいいのかなグリッターとか、こんな中だったらももかはどれが好きかな。ギラギラしてる感じ、これかわいいな。でもももか似合いそう。すごいももかはなんかキラキラしたのが本当に似合う。目元なんか私とか結構目が全然ほんと小さいので、なんかキラキラしすぎるとなんか目が小さくなる気がして。これはマスカラ、マスカラかわいい。マスカラだったらももかブラックじゃなくてブラウン系っぽいな。私がいつも使ってるマスカラこれです。ミルクタッチの、私はブラウンを使うことが多いんですけど、ライブとかの時はブラックの方が目力がアップして漏れたりとかするのでブラックがいいんですけど、あやみんは多分いつもブラック使ってるのかな、わかんないんですけど、なんか最近これリニューアルされてみたいで、こっちの方がカールでこっちがストレートブラシ、これ使ったことなくてどっちがいいんだろう。でも私結構 SNS とか Twitter とかで結構バズってたりするものをよく見るんですけど、そこでこのマスカラがこっちは結構塗ってる時に、なんかまぶたにつきやすいんですよこれ。それだけがちょっと難しいところなんですけど、なんか噂によるとこれがまぶたにつかなくなってるすごいみたいなのでちょっとバズってたので、これブラックかな。なんかニア中に入ってからやっぱり入る前よりもメイクのことはこだわりが強くなりました。いろんなメイクに挑戦しようとか、マスカラもなんかお気に入りのものを見つけるまで何個も使ったりとかしてたので、美月、大志田美月ちゃんとかは最初メイクしたことないところから始まったのに、めっちゃ今じゃメイク上手ですごいなと思います。リップも欲しいって最近言ってたんです、あゆみんが。なんかベージュ系のリップが欲しいって言ってたので。めっちゃ可愛くないですか、これとか。めっちゃあゆみん似合いそう。私だったらこれかな私だったらこれが欲しいです。なんかリップにも種類がいろいろあるじゃないですか。なんかマットリップとかツヤ系のリップとかあると思うんですけど、どっちが好きなんだろう。葵が多分これ使ってて、この3番かな、何番かわかんないんですけど、これ使っててめっちゃ可愛かったんですよね。欲しいな、これ欲しい私が欲しいよ。ちょっと聞いてもいいんですかね、これって質問。あゆみんは、リップはツヤ系かマット系だったらどっちが好き。マット、マット、あ、マット、マットが好きなの。え、ももかは、私はツヤ系が好きかな。全体的にもう肌とかもツヤ系が好き。いやでも肌はマットね、マットでハイライトでツヤ出すのが好きかも。あーなるほどね、うんうん、逆だねやっぱ。そうだね、なんかいい感じ。いい感じ。でもね、わかんない。わかんない、大丈夫だよ大丈夫、マイマスカラとか使う人。
使う。てかあゆみんが使ってるのも欲しい。眉マスカラ。あゆみん最近眉マスカラ塗って。塗ってない？塗ってない。え、なんか眉毛さ薄いじゃんめっちゃ。確かに。羨ましい。何してるの？パウダーでね。描いてるんだけ ど、 こういうのが似合わなくてね、ほんと結構かわいい。眉毛が綺麗です。あゆみんは嬉しい。後で楽しみにしてるねありがとう。うーん、ハイライト系を探すか。え、でも眉毛眉マスカラとかどこにありますか。あー、ありがとうございます。眉マスカラ、私眉マスカラこれを使ってた気がする桃花色素薄いからな、こういうのが合う気がする。これでかわいい。なんか涙袋の影とかキラキラとか二重の線をなぞったりできるやつ。でもなんかアイシャドウが欲しいって言ってた気がする。アイシャドウ探すか。でもアイシャドウって結構値段いきますよね。こっちですよね、桃花が使うとしたら。これって結構くすみ系ピンクですかね。くすんでますかね。うん、分からん分からん本当アイシャドウパレットも本当もう大きいやつだったら値段結構いっちゃうけど、これだったら5000円ぐらい超えない、超えるかもしれないけど少しは。すごい10秒待つエク、すごい10秒待つエク。なんかもう地まつげが長いからつけまわしないかな。こういうパッケージももか好きそう。キラキラキラ。シェーディング。ももか顔ちっちゃいからな。シェーディングなんて必要ないな。お会計しようかな。大丈夫。大丈夫です。これで行きます。行きたいと思います。さっきちょっとお話しして。マット系が好きっていう情報を得たんですけど、これは見てください。ジェルで唇の潤いを逃さないツヤっと唇、これはもう本当にツヤツヤの私が好きなリップです。なのでそのマット系を探そうかな。あ、マットティントグロス。え、これめっちゃ可愛くないですか。ショコラムース。どうなんだろう。これも多分このミステリーキャラメルとか深い色のリップ似合うかな。ゆみなんかあんまり深めっちゃ深い色をつけてるイメージはないんですけど、でも何でも似合うんだよ絶対ゆみは私マットのリップを全然つけないのでマットのリップに詳しくなくて。ね、これかわいい。これかわいいんですけど、多分これツヤなんですけど、なんかこのこうハートになっててかわいいです。でもこれもかわいい。スイーツリップ、かわいい。ブラウントーン、どうしよう、わかんない。これは水ティント。でもこれ塗ってる感じでちょっとマットっぽいかな。キャラメルカラーに合いそう。これもいいなって思います。05番落ちにくいって書いてある。でもこれライブとかで使ってほしいなって思うんで、こっちかな。でもこんなに濃い色好きじゃないかもしれないからこっちかなどっちが好きなんだろう。迷う。じゃあレジに行きたいと思います。5000円多分超えてないと思います。ちょっと、ね、はい、ということでお互い選んで買ってみました。どうだった？もう広すぎて1時間ぐらい選んでたんだけど、結構ね、なんか運動したって感じのいろんなブランドさんがあって楽しかったです。本当にすごい、もうたくさんあって、いっぱい買えた。いっぱい今買えた。でも桃花が多分好きなはずっていう。全部好きだよ、ありがとう実際に買ったアイテムの紹介は
また次の動画でお出しするので、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは、バイバーイ。